Welcome to Lunapack Channel. My name is Yuka. 今日は、ガンダムの商品を開封していきたいと思います。限定商品でものすごく大きいです。マジーじゃーん !DX 超合金 RX78FOO ガンダムです。こちらの商品は横浜ガンダムファクトリーの限定商品です。で、抽選販売でもうすでに売り切れてしまっています。で、ものすごく大きいんですけど、だいたい10キロぐらいですね。で、お客様皆さん開封してほしいと思うので、今回、私が開封していきたいと思います。では、まずは段ボール箱を開けていきたいと思います。うわっまず、箱の表面が大きいガンダムのイラスト、そして DX 超合金 RX78FOO ガンダムで、ガンダムファクトリー横浜のロゴ、そしてタマシネーションバンダイナミコのロゴが書かれています。はい、そして、裏面がこちらも大きい、ガンダムのイラストと DX 超合金 RX78FOO ガンダムのロゴが書かれています。では今から箱の開封をしていきたいと思います。箱の中身がまず説明書と後ろの建物が一つ、そして2つ目、そして3つ目、4つ目、4つあります。あとはよいしょ、ガンダムの本体と下のステージがあります。まずガンダムの本体を紹介していきたいと思います。中はこんな感じです。おー、まずはビームライフルとシールドとビームサーベル柄をつけてみんなに見せたいと思います。ビームライフルは右の手に、シールドは左手に、そしてビームサーベル柄が後ろにつけていきます。はい、まず武器などをつけてみました。で、実際にこう他のフィギュアと比べるとすごく高いですね。このオプティマスプライムはだいたい27センチくらいで、ガンダムはおそらく35センチから7センチくらいだと思います。それでは今から、横浜ガンダムの再現をするために、ドックとかトラスの組み立てをしていきたいと思います。まずフレームが2本と、トラスが3本あります。タラーン。次はドックとドック支柱です。で、ドック支柱はここを押すと動かせます。そしてライトをつけたい人はこちらにバッテリーが入れれます。次はトラスからドックに差し込みます。そして次に天井とキャットウォークをつけていきます。そして最後にストックハンガーをつけます。このガンダムは装甲を脱ぐことができますので、先ほどの装甲ハンガーをこのようにかけることができます。実際の横浜ガンダムファクトリーは、ガンダムの装甲を脱いだことがないので、
今回私たちは横浜ガンダムファクトリーの再現をするためこのように、することにしました。それでは最後にガンダムを中に入れていきたいと思います。横浜ガンダムファクトリー、完成しました。そしてこちらのキャットウォークをこうやって動かすこともできるので、やりたい方をしてみてください。ガンダム自体は35から7センチくらいで、でこれ全部でだいたいすごく大きいので、もし家でこれを飾るときはあのグラス の, あのディスプレイなどが必要になるかなって思います。それではこの超合金ガンダムの紹介を終わりたいと思います。こちらはガンダム横浜ガンダムファクトリーの再現もできて、そして抽選販売限定販売でクオリティもすごく高いので、すごく価値が高いと思います。で、まあ、ファンの方でお財布 OK な方はぜひちょっとお高めなんですけど、ぜひ買ってみてください。 Before we finish, I have one question. Have you been to Yokohama Gundam Factory? If you haven't, I recommend you to go. You can see real moving Gundam. Thank you for watching this video. If you like this unboxing, if you like Gundam, please give me a thumb up. See you next time. Bye! いつもこの心の真ん中、あの優しい